私の名前は夏子。31歳の会社員で、夫は同じ年で飲食店で働いている。子供はまだいないが、その日のために貯金をしており、タイミングを見てと話しているところだ。そんな私が悩んでいるのは、義母の嫁いびりである。義実家は近所で工場を経営しており、夫の弟、茂雄と義父母の三人で暮らしている。もしもし夏子さん、最近年のせいで家事をするのが辛いのよね。はあ、だから体が痛いから会社帰りにお米30キロと2リットルのミネラルウォーター6本と醤油3本とお酒2ケースを買ってきてちょうだい。さすがにその量はとても持ちきれませんけど。あなたの家から歩いて5分くらいなんだからそれくらい簡単でしょ。私に逆らうの？私電車通勤なので無理です。一緒に住んでるんですから、お父さんか茂雄くんにお願いできませんか。茂雄くんは私よりも若いですし。さっきも言ったけど、私は歳で腰も痛くて無理なのよ。ひどいね。あなたが買ってきてくれなきゃ飢え死にしろとでも言うつもり？まるで悪魔ね。最低な嫁さんね。いや、お酒とかは飲まなくてもなんとかなると思うんですが。もともと甲高い声をしている義母が電話口で泣き叫ぶ。はいはい、わかりました。買ってくればいいんでしょう。そう言って私が折れて買い物をするのだが、運ぶのが難しいので宅配で運んでもらった。以前義母からの電話がかかってきたのだが、仕事中だったので無視したことがあった。さらに職場にまで電話をかけてこられて同僚に迷惑をかけたこともあった。なので電話を無視することはできない。結局宅配で言われたものを手配することにした。歩いて5分なのに高い配送料を払って買い物なんてありえないわ。そんなお金があるならもっと私たちにいいご飯や洋服なんか買ってくれた方がいいのにね。電車通勤ですし、お米30キロにミネラルウォーター6本なんて無理です。さらに醤油やらお酒やら。それに夏子さん、届いたお米がいつものと違うんだけど。お母さんからはお米30キロとしか伺ってませんけど。そんなのこちらが言わなくても嫁ならわかるでしょう。はあ。ああ、それにお醤油もお酒も安いやつじゃない。すみません。あなた、こんな簡単なお使いもろくにできないのね。こんなんじゃ夫が不自由していないか心配だわ。特に困ったことはないですが。夫はどうしてこんな人をお嫁に選んだのかしら。見る目が相当ないね。最近の義母の口癖となったセリフを吐き出しながら、一通り文句をつけ、満足したのか電話が切られた。理不尽な対応にイライラしたが、毎日のことではないし、うちに突然押しかけてくるということはなかったので、夫には義母のことは黙っていた。以前、夫の前で義母が私に文句を言った時に、夏子は俺が選んだ大切な人なんだから、文句を言うならもう実家には顔を出さない、と言ってくれた。私にはそれが支えになったが、義母はそれがつまらないようで、義母のいびりはどんどんエスカレートしていった。義母は夫や義父、茂雄くんがいない時だけいびってくるようになり、それ以降、誰も家にいない時に私を呼び出すようになった。今日も誰もいない義実家に突然呼び出された。これ全部きれいにしてちょうだい。この作業服には襟に、このシャツには袖に汚れがついてるから、全部の汚れを落としてね。あれ？こんな真冬で作業着はすでに冬服に切り替わっているのに、夏服が混じってますよね。何か言った？いえ。何も。あ、お湯は使わないでね。もったいないじゃない。作業服の油汚れはお湯じゃないと落ちないですし、時間も経っているようですし、お湯は使います。
あなたが頑張って手でこすれば落ちるでしょう。義母はいつかやらせようと溜め込んだ洗濯を私に押し付けた。私はお湯が使えない分、いつもより多めの洗剤を使用して、どうにか汚れを落とそうとした。こんなにたくさんの洗剤を使ったの？もったいないじゃない。ひどい汚れでお湯も使えないので、ずっと水道も流してもったいないわ。こんなちょっとの洗濯物を洗うのに、こんなにたくさんの時間をかけるのね。また別の日には、今日は掃除と庭のお手入れをしてちょうだい。わかりました。一通り掃除が終わると、あれ？さっき窓掃除してなかった？もう終わりましたか？ここが曇ってるわよ。掃除が雑ね。買い物も掃除もろくにできないなんてダメな嫁ね。この角ですか？はあ、やり直します。あと床拭きもお願いね。床は掃き掃除だけでなく、ちゃんと水拭きしてワックスまでよろしくね。床の掃除が終わると今度は、次は庭のお手入れをしてちょうだい。庭の雑草を一つ残らず取ってちょうだい。さすがにこんな広い範囲を一人では無理です。お母さんも手伝ってくださいよ。何言ってるの？私は腰や足にいろんなところが痛いんだから。夏子さんはどこも痛くないんだからできるでしょ？さすがに一人では無理なので、便利屋を雇ってお願いした。何勝手に便利屋なんて頼んだのよ。私は頼んでないんだから、一銭も払いませんからね。そうですか。結局、費用は私が払った。それから数日後、義父が旅行に行ったお土産を取りに来るように言われ、夫婦で義実家を訪ねた。そこに、茂雄くんや義父もいた。泊まった旅館はいいところだったよ。それに思ったより手頃な値段だったから、今度は夏子さん夫婦で遊びに行ったらいいよ。いいですね。今度行ってみようか。そんなたわいもない会話をしていると、キッチンから義母が出てきた。ご飯ができたわよ。今日はお味噌汁に野菜炒めに漬物に腕を振るって作ったの。これ野菜炒め？煮物の間違いだろ？なんかかまぼこ浮いてるぞ。あら、美味しいのよ。食べてみて。義母だけが食べだし、だがどう見ても私の分のおかずはなく、4人分しか用意されていない。まずそうな料理だったので、食べずに済んでラッキーと思い、心の中でガッツポーズをしていると、このご飯ちょっと持って行っていい？どうしたの？いいからいいから。父さんと茂雄と夏子のご飯をキッチンに持っていくね。じゃあ一緒に行くわ。すると夫は義母が作った料理を再調理し始めた。この煮物を炒め物にしてチャーハンにしちゃおう。あ、いいわね。味噌汁も具だけ取って汁は作り直そう。父さん、茂雄、できたぞ。美味しそうだ。当たり前だろ。俺と夏子でリメイクしたんだからな。あれがこんなご飯になるのか。今度は夏子の分もあるからな。母さん、どうしたんだ？さっきから黙っちゃって。え？そういえば、最近の母さんの様子はおかしいよな。どこがですか？夏子さんに対する態度がおかしいぞ。あれは嫁いびりの息を越してるぞ。何のことですか？忘れちゃったのか？え？最近年を取ってきたから見守りカメラを取り付けることにしたじゃないか。あ、そんなのついてるんですか？これまでの私への嫁いびりは義父にすべて見られていたようだ。今日は夏子さんの分のおかずを出さなかったし、どうかしてるぞ。ボケちゃったのか？ボケちゃったなら施設に入ってもらうしかないな。俺や茂雄じゃ面倒見きれないし、夏子さん夫婦にも迷惑かけられないしな。そうだな。ボケて夏子をいじめられちゃ困る。ボケてなんてないわよ。
実はもう施設も決めたんだ。その話もあって、夏子夫婦を今日は呼んで話そうと思ってね。違うの、ボケてなんてないわよ。義母はヒステリックに泣き叫んだ。だが結局、義父、夫、茂雄の三人で話し合い、施設に入れることを決めた。その際、見守りカメラに映った映像があまりにも常識の範囲を超えていたということもあって、入所の判断材料になったそうだ。その後、義父の家に遊びに行くと、母さんが施設に入ったから、まずい飯から解放されて嬉しいよ。昔に飯がまずいって言ったら、大喧嘩になって大変で、それ以来ずっと我慢してたんだよ。それ以降、義実家では義父は食べたいものを食べて楽しく暮らしている。私は日頃の行いがいかに大切か学ぶことになった。感謝の気持ちを忘れずに、自分と関わるすべての人を大切にしていこうと思った。義母は今まで私にしてきたことを反省しながら生きてほしい。